子供が一緒に食べるじゃがりことかウインナーでビール飲んだりとかジャンクフードね好きなんですよどうもコンタクト社長吉田忠でございます。さあ本日も元気よく参りましょう。そうだね、元気よく行くためには最近ハマってることをちょっといろいろと2人で話してみる。あ、いいですよ。うんうん、最近何にハマってるの？理由は僕最近だとインスタに結構時間取られちゃってますね。おお、仕事中に？さすがにそれは我慢してます。いやでも仕事だもんね、インスタ見るのもね。マーケティングの一部、ね、マーケティングの一環だよね。今流行りが何なのかとか、僕結構ファッション系のインフルエンサーとか見てます、ね。うん、D はおしゃれなんですよ、皆さんに見えないのが本当に残念で、うん、ありがとうございます、うん、ちなみにコンタクト社長は、うん、インスタグラムとかってどういう使い方されてるんですか？新しいご飯屋さんを探すのに写真で探してみたりとか、場所と、あとは実はそのカラコンでのイメージモデルだったりとかを探したいので、雑誌の出てる女の子の名前とかモデルさんの名前とかを見たらもうチェックして新しい子を発見しようって見たりとか。そうだね、まあ、言いたくないけど実は競合店さんの SNS のアカウントとかもちゃんとチェックしてますやっぱりなんか普通の検索じゃなくて、うん、SNS でいろいろ調べるっていう機会が増えましたよね。増えたね。まあそういうのもやっぱりあるので、我がレンズアップルでもこの YouTube をはじめたくさんの SNS を実は駆使してます。今日は各 SNS がどんな活動をしているのか紹介したいと思います。ぜひフォローしていただきたいですね。そうですね、それでは行きましょう。最初に紹介したいのがレンズアップル公式インスタグラムです。最近フォロワーが1万人超えました。本当にありがとうございます。素晴らしいですね。めちゃくちゃ嬉しいです。どんな方が登録してくれてるんですか？いやもう最近では男性ユーザーも実は増えてきておりまして、カラコン系の投稿に反応が多いですね。それではどんな投稿があるか紹介しましょう。一番いいねが多かったのは真夜中の12時ライブ配信の相馬さんの回です。これ見てたけどよかったよね。なんといいね数が648回。うわーすごい、648回もいいね作るなんて感謝ですね。感謝だね。見てたけどあの相馬さんの変態チックな感じのね、ご相馬くださいとかってなんかコメント出てたもすっごい面白かったね。でもそういうのだけではなくて、実はレンズアップルのインスタはコンタクトに関する情報が豊富にアップさせてもらっております。ちなみに投稿の際に気をつけていることってあるんですか？あるさ。レンズアップルを知っている方、そうでない方、いろんな角度からレンズアップルを知ってもらえる場所なので、皆さんが知りたい情報をお届けできているかは常に意識していますよ。またお客様と交流ができる場でもあるので、積極的にお話をしてレンズアップルを身近に感じてもらえるようなアカウント作り目指しています。 SNS でこんな企画をしてほしいというご要望があれば、いつでもレンズアップルのインスタグラムやツイッターの DM にご連絡ください。その他のキャンペーン情報など嬉しいですよね。最近ではインスタグラムで定期的に皆さんからの意見をいただく教えてくださいキャンペーンなんかもやっています。そしてレンズアップルはツイッター、フェイスブックもやっております。ツイッターで一番いいねが多かったのはやっぱりこちらでした。千葉ジェッツ優勝投稿、なんといいね数は327件。これもねやっぱ嬉しかったよね。そうですね、はい、今回3回目の正直みたいな感じだね。私もチャンピオンズリーグ見に行きましたけど、やっぱりね会場の雰囲気すごかったし、やっぱりこうユニフォーム着るとねインスタ映えするんだよね。うん、連絡のツイッターの千葉ジッツさんの投稿が多いですね。うんうん、うん、そして私コンタクト社長吉田忠が日常を投稿するインスタグラムもあります。これ私も見てるんですけど、いろいろツッコミどころありますよね。ツッコミどころある？意外にあのジャンクフードお好きみたいですね。ジャンクフードね好きなんですよどういうもの結構食べますか？子供が一緒に食べるじゃがりことか
ウインナーでビール飲んだりとか、ちょっとあのやっぱり社長ですのでたまに会食があるんだけど、週末とかやっぱりなんとかインスタントラーメンとか食べたくなってねもうあのちゃっちゃって終わるから、はい、なんかそういうのとか見ての好きなんだよね。あとあのたまに変な投稿だなっていう思うのがあって、なんか頭ボサボサで肉にかぶりつこうとするやつ。あれね、実は肉じゃなくてあれサーモンなんだよ。サーモンの一匹の半身を燻製にしてる鮭とばなんだよね。ロッキー山脈鮭とばってやつがあって、これ、ね、空港に売ってて、北海道でしか売ってないのが空港の直販店で売ってて、頭ボサボサなのはあの土日はこれやらないんです。私整髪料つけないんです。あ、そうなんです、ね、オンとオフをなんかこう自分の中でスイッチするので、このこれにすると仕事モードになっちゃうんだよね。だからもうボサボサだけどちょっと撮りたくなっちゃうね。ああいう面白いのあるそうですね、いいと思います。このインスタグラムも初投稿から1年経ちます。あ、そういえばブレアさんの商品開発が始まってからいっぱいみんなに告知したいなと思って始めたんだよな。よろしければフォローしてください。もちろんフォロワーはまずは1000人、1万人、10万人って伸びていきたいな。わかりました、頑張っていきましょう。はい、これも全てレンズアップルを日本一にするためのプロセスです。いかがでしたか？レンズアップルの SNS も活用して素敵なコンタクトライフをお過ごしください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。これ絶対ダメでしょ、これ。この3ページ目もう絶対ダメですよ、これ。絶対経費削減ですよ、これ。絶対ダメ。この1ページでエンド使っちゃダメです。スマホ回ってないスマホ回ってないですって。はい、もういいや。はい、はい、行こう。